っていうかめちゃくちゃっていう感じのね、泉谷茂君がゲストに出てきまして、黒いカバンがもう最近はめちゃくちゃの感じで出てきましてね、ガンガン歌われましたが、いよいよ拓郎君の登場ですが、コマーシャルを挟んで拓郎が登場であります。自分の影をじっと見つめて、パッと空を見る。チョコベイ。君はチョコベイを見たか？森永チョコベイ。皆さん、拓郎の歌を聴いてください。吉田拓郎、吉田拓郎。どうも、よう心配かかった。ごめんなさい。私は今日まで生きてみました。時には誰かの力を借りて、時には誰かにしがみついて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きてゆくだろうと、私は今日まで生きてみました。時には誰かをあざ笑って、時には誰かに脅かされて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと、私は今日まで生きてみました。時には誰かに裏切られて、時には誰かと手を取り合って、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと、23日か4日はっきり覚えてますが、突然警察の人が来まして、突然逮捕されて、突然手錠をかけられて、突然金沢へ連れてかれて、そして突然留置所へ追い込まれまして、17日間留置所で暮らしましたが、決して人間が住むとこではないと思います。ずっと先月ここでリサイタルをやる予定でいたわけですけども、病気で倒れるっていうか、まあそういった感じで熱海の国立病院に入院しまして、それでリサイタルをできませんでした。それでまた今度みたいな事件を起こして、皆さんにすごく迷惑かけたことを心からお詫びします。それで全然練習なんかも全然してないわけです。何しろ昨日東京に帰ってきたばかりで、昨日釈放されて今日東京に帰ってきたばかりで、バンドのみんなとも今日初めて顔を合わせる人もいるし、一緒にやったことはないです。うまくいくかどうかはわからないけども、最後までやってみたいと思いますので、よろしく。Thank you.
ある。それはおそらく自分というものを、そのところから始まるものでしょう。けれどそれにしたって、どう変わってしまうか。どうやらわからないまま生きてゆく。明日からのこの世は私だ。私は今日まで生きてみました。私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして。